航空自衛隊第11飛行隊ブルーインパルスによるアクロバット飛行民間アクロバットチームによる飛行航空ショーは航空機をテーマにしたイベント。新型機の見本市、軍の広報活動などのために行われる。アトラクションとしてアクロバットも行われる場合が多く、一般人への公開も行われる。観客への展示ではなく競技として飛行する。 極技飛行の大会は含まれないが、レッドブルエアレースワールドシリーズでは、余興として開催国の軍や極技飛行士、参加選手によるデモ飛行が行われる。イギリスファーンボロー国際航空ショーやフランスパリ航空ショーなどは商談目的のショーであり、開催中は商談中心のトレードデーと一般公開されるパブリックデーに分かれており、出展機の数など規模が大きいことで、 世界的にも知られている。それ以外では、各国の軍用飛行場や民間飛行場等で開催されることが多く、各種軍用機、民間機の地上展示、あるいは展示飛行が行われ、年によっては、軍の極技飛行隊による飛行が行われる場合もある。欧米で行われる航空ショーには、軍の広報活動を目的としたショーのほか、上記のように、 航空機の販売や宣伝を目的とした日本史としてのショーもあり、そのようなショーにおいては、航空機の展示のほか、各国の航空機メーカーによる説明会や展示ブース等も多数設けられており、メーカーによる顧客への盛んな製品紹介、反則活動が行われる。その一方で、毎年アメリカ合衆国ウィスコンシン州をしこ州で開催される EAA エアベンチャーのように、 ホームビルトキを披露し合うを代表とする民間イベントも多数実施されている。スーパー GT でデモ飛行を行う室谷義秀の EA-300SC 日本初の民間飛行機による航空ショー。対象3年6月13、14日、阪神鳴尾競馬場にて、帝国飛行協会主催日本の場合は航空自衛隊による航空祭が、 全国各地の基地で毎年行われ自衛隊機のほか、開催基地によっては、アメリカ軍機の展示やアクロバット、展示飛行チームブルーインパルスによる極技飛行も行われる。また、海上自衛隊や陸上自衛隊、在日米軍の航空機を運用する基地、駐屯地等においても、同様の基地祭を行っている。日本では自衛隊で開催される、 基地祭など自衛隊に対する広報を目的で行われるものが多数を占めるが、航空関連団体主催のものや、国土交通省が提唱する空の日関連の行事など、民間航空省の開催も増えつつある。近年では、室や義秀などの極技飛行士が航空祭だけでなく、様々なイベントでフライトを行っている。アメリカ合衆国ブルーエンジェルスによる、 アクロバット飛行かな大ギリスフランス2007年のパリ国際エアショードイツスイスハンガリーロシア日本エアフェスタ浜松でのサンダーバーズによるアクロバット飛行中国中華民国韓国マレーシアシンガポールインドアラブ主張国連邦オーストラリアありがとうございます